7月23日のリビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリチャペルの副牧師倉地圭です。今日も皆さんと御言葉をお分かちすることができることを心から感謝します。ある幼稚園のお話です。幼稚園の先生が子供に何か絵本を読んであげるから持っておいでと言うと、その子供は職員用の棚のところに行って分厚い辞典を持ってきました。これを読んでもらいたいの？と言うと、その子はこう答えました。うん、これだったらずっと先生のお膝に乗っていられるでしょって、そんな可愛いことを言ってくれたということです。皆様、聖書がどうして分厚い書物であるか、これで分かったと思います。神様はどれほど私たちと長い時間を過ごしたいと願っておられることでありましょう。今日は列王記第2、22章の1節から11節を通して、御言葉の前に正しく歩み、心を割く人というお話をさせていただきます。列王記第2、22章1節から11節。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエディダといい、ボツカテの出のアダヤの娘であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。ヨシア王の第18年に、王はメシュラムの子アツァルヤの子である初期シャファンを主の宮に使わしていった。大祭司ヒルキアのもとに登っていき、主の宮に納められた金、すなわち入り口を守る者たちが民から集めたものを彼に計算させ、それを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しなさい。それを主の宮で工事している者たちに渡し、宮の破損の修理をさせなさい。木工、建築士、石工に渡し、また宮の修理のための木材や切石を買わせなさい。ただし彼らの手に渡した金を彼らと一緒に勘定してはならない。彼らは忠実に働いているからである。その時大祭司ヒルキアは初期シャファンに、私は主の宮で立法の書を見つけましたと言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。初期シャファンは王のもとに行って王に報告して言った。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げて言った。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。今日皆様にお分かちしたいことは2つあります。一つは、神様は若い存在をも用いてくださる。もう一つは、心の衣を裂く人を用いてくださるというお話です。ヨシア王は列王記に出てきたたくさんの王様の中で、約束の地における民族最後の希望と言われた、そういう存在で、預言者エゼキエルもエレミアも尊敬しました。少し先の23章5節を見てみますと、こうあります。ヨシア王のように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は、彼の先にはいなかった、彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった、とそう記されています。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしというのは、律法の中でも大切なもの。イエス様もそのことを福音書の中で語っておられますが、そのような肩書きをいただいたヨシア王様は、一節を見てみますと、8歳で王様になって、
31年間国を導いたということが書かれています。その具体的な内容は2節です。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。それが彼の人生でありました。神様の目にかなうことを行うということの大切さ、もう一つは、彼は先祖ダビデの道に歩んだと、そうあります。ですから若い存在でありましたけれど、模範になる人生のモデルを持っていたということができます。若くして用いられる秘訣というのは、こういうところにあるのだと思います。私は小学校6年生12歳の時に洗礼を受けて、高校3年生17歳の時に献身しました。まだこの世の中のことは何もわからない、苦労も何も知らないというものでありましたが、大川嗣道先生という素晴らしい主の器に出会って、たくさんの霊的なご指導をいただいてまいりました。大川先生自身もたくさんの主の器を通して力をいただき、特にハ・ヨンジョ先生をはじめ韓国の先生方から祈りの力や、また教会成長についていつも学んでおられます。そういうお方をモデルにしながら、私も1ミリずつ成長させていただいているということができます。リビングライフにもたくさんの主の器の証が載っておりますが、それらを通して力を得ることができたら幸いです。もう一つ、今日の一節にはヨシア王のお母さんの名前、エディダという名前が載っています。これは聖書中たった一度だけ使われている名前、愛されているものという意味です。その当時列王記があったわけではありませんから、どうやって彼はダビデ王のことについて知ったのでありましょうか。きっとそれはお母様を通してダビデ王の物語を聞いたのでありましょう。口伝ということでありましょう。ダビデの人生の失敗も成功も全部それを知ることを通して、彼は人生の模範を、道しるべを得たということができます。何よりもダビデが主の御心にかなった人生であったのと同じように、エディだというお母さんも神様に愛されている確信を持って子育てをしたから、ヨシア王はこのように成長したということができます。マタイによる福音書3章17節、イエス様が洗礼を受けられた時に、天が開けて聖霊が鳩のように下ってきたと、そうあります。そして声が聞こえました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである、私の喜びですと、イエス様はまだミニストリーを何もする前から、癒しも奇跡も行う前から、愛されているものとそう自覚をなさって働きをなさいました。何かができるから、何かをしたから愛されているのではなくて、愛されているから主の御心を行うことができる、これが正しい順番であると、そう思います。今日という日が人生の一番若い日です。若いというのは年齢のことではありません。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよう。まだまだ自分は未熟だな、クリスチャンになって間もない方であったとしても、神様の愛に支えられて安心してリビングライフを続けていきたいと、そう思います。今日の結論は11節です。主の宮神殿立法が発見された時に、26歳になっていたヨシア王は自分の衣を裂いたと、そう書かれています。王様が衣を裂くって、それはただならないことです。悔い改めを表します。彼は幼い時から良い母親によって、そして良いモデルを持っていましたが、何よりも聖書の言葉に自ら襟を正し、バックトゥーザバイブル、御言葉に立って生きる人生を歩みました。2000年前、王の王であられる主イエス・キリスト様は、残虐な人々の手によって衣が裂かれるという経験をしました。ローマの兵隊たちによって、その衣はくじ引きされ、血を流し十字架で肉体を裂いてくださったと聖書は伝えます。
父なる神様のお心も裂かれたことでありましょう。この大いなる愛に包まれるときに、私たちもへりくだり、心の衣を裂いて生きることができます。あふれるほどの主の愛をいただいて、祝福された一日を過ごすことができますように。今日のリビングライフの一節の黙想に、こんな素晴らしい内容がありました。主の宮の修理は、王が監督することになっている王の日常的な仕事でした。このようにヨシア王は日常的な仕事を忠実に行っているとき、律法の書を発見しました。これが神の時を待つ方法です。私たちは日常の従順の中で神の声を聞き、その御言葉は私たちを変革へと導いてくれるのです。日々御言葉を通して力をいただき、心を裂かれるほどの神様の愛に満たされて生きることができますように、お祈りを捧げいたします。愛する天のお父様、あなたの大切な愛する一人子をくださるほどに、私たちを愛してくださって心から感謝いたします。その愛が心に迫ってまいります。私たちも心の衣を裂いて、主の目にかなう決断をしながら、主の御心にかなう生き方をすることができますように、イエス・キリスト様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。